ローアとは、電装信号が他の電送炉に漏れることを指し、クロストークやコンセントも呼ばれる。通常は、電装回線を伝わる、電気信号が電磁的に漏れたの信号線へ伝わることで発生する。本来の信号波形が電送炉の途中で乱されるため、受信端で正常な信号として受信できない、現象である。電話回線などの電送回線を伝わる信号が、 互いに干渉したり、交換器の電圧低下や外部電波などのノイズから、本来の伝送信号をスムーズに伝送できない現象である。アナログ方式の電話交換器が一般的だった時代には、相場された音声信号がそのまま、同性ケーブルを伝わって、長距離を伝送されていたため、途中で並行する同様のケーブルとの間に、電磁的な干渉を起こしてしまい、 音声信号が他方へ漏れることで聴取や相互通話が可能となる通信障害、牢話が発生していた。実例としては1980年代前半の117の時報サービスにおいて同時に電話をかけた者同士で会話が可能となる現象が稀に発生していた。データ通信の牢話としては日本国内に ADSL が導入される際、すでにサービスが開始されていた ISDN と利用する、帯域が重なることから、ローアにより実施が難しいと、されたが、デュアルビットマップと呼ばれる技術により回避することで、サービスの両立が可能となった。21世紀現在では、デジタル交換機に置き換えが完了し、公衆交換電話網も使用区間で、デジタル式に変わっているため、 音声信号での牢話は稀にしか発生しない。一方では、デジタル信号をキガヘルツ前後の高周波信号によって長距離伝送する場合が多く、このような伝送路では他社の信号波形による干渉を受けて、本来の信号波形が乱されることによる障害が発生することがある。これが現代の一般的な牢話である。牢話の発生。 TX から RX へ信号が伝わる。上の例では2組が左から右へ、1組が右から左へ信号が伝わる。A で示す、遠単動話は、原因側と障害側が共に送信端と受信端と同じような距離にある場合に発生する。B で示す、近単動話は、原因側が送信端に近く障害側が受信端に近い場合に発生する。 A の円単動話では、原因側の信号電圧が小さくなってから、障害側へ伝わるので、ロー話による影響は比較的少ないが、B の近単動話では、障害側の信号電圧が小さいにもかかわらず、原因側の信号電圧が大きいので、ロー話による影響は大きくなる。電気信号は電走路を伝わる間に減衰するため、送信短足では大きな電圧であった。 信号波も受信単近くでは小さな電圧になる。老和においては原因側の電圧が大きければそれだけ障害側へ伝わり起電される電圧も大きくなるため原因側が送信単に近いほど問題は大きくなる。反対に障害側の電圧が大きければそれだけ原因側から入ってくる電圧の影響は比較的小さくなるので障害側が 送信単に近いほど問題は小さくなる。これらのことから、老話が起きる場所によって、真の障害となるものと実際には障害とはならないものに分かれる。次に示すように、円単牢和では、比較的障害の程度は小さく、金単牢話では、比較的障害の程度は大きくなる。平行する日本の線を用いた2線式や片側は、設置で代用する単線式で、 電気信号を送る場合に複数組の信号線を束ねて付接すると牢和が発生する可能性が高い。微弱な電気信号が流れる信号線が短い距離だけ部分的に接近しても相互の影響は比較的小さいが平行して長距離にわたり接近すると電磁的な干渉は重積されて大きな影響を受けることになる。これを避けるために 導線のような電動体による電装回線ではツイスト線やシールド線同軸ケーブルを用いることが多い。光ケーブルでは基本的に相互の干渉は生じないが並行する光ファイバーで被覆内側のクラッド同士が触れ合うような場合にはファイバーの形式によってはローアが起きる可能性がある。特別企画知っておきたい ADSL 接続サービスの基礎。 bb.watch.impress.co.jp 2021年2月11日閲覧 AB の上忍の部長通信の最新常識日本実業出版社2003年8月10日最新版発行 ISBN4 億5340万 3623X ありがとうございます